ーの、ガチャニューレザーファッション衣と書いてサクサク上がってるファッション、久しぶりです。で、なんでファッションって言ったら、実はね、レザーさ、自分で忘れとるよ。そうだね、稲葉さんの、あの、衣装をね、いっぱい頼んでて、エンゼップのね、うちらのあれですよね、エンゼップじゃなくて、あっちの有明アリーナね、行ったんですけど、それとまた前のやつをね、プレライブっていう感じで、エンゼップっていうのがね、6日間あったんですけど、そこのあの、物販というかあれですよね、あの直販で買えたのでね、ゴージャー。これは今着てんのも、はい、それもです。エンゼップ、何日目だろうね、それ、日付がどこにあるはずなんだけどね。あ、落ちちゃうかな。うん。いや、これって感じじゃないの中の。そことかどう6まであるはずよ。で、残り2つは、その、共通の、エンゼップっていうさ、その、黒をちょっと見れば書いてあるかも。アーケードの絵が。これが、うん。シールはどこに書いてないよ。うん。どかして。ちょっとないか。書いてない。書いてるけど、書いてない。エンゼップしか書いてないか。これは各自皆さんで調べてもらった方がいいですね。でもね、エンゼップのグッズということでね、すごいんですよ、これ。じゃあ1枚ずつ。これいいですね。もうちょっとしたらいいかな、これなのね。これもでも素敵な色ね、これね。珍しくないこれ。ね。ね。あんまりないよね。重ねられないと思う。今、外せるけれども、それレアだよね、その色ね。ないよ。今日はそれでね、あのインビジプルワンを買ったんだよね、ヌーベがね。それも素敵。あ、そうだ、そのサイコロが付いてるやつあるかもしれない。その、うん、そうかもしれないね。うん、バッチの目なんだよね、それね。何気に。怖っ。怖っ。ダークアイテム。もう、かっこいい、それも。もう、これだけで。うん、かっこいいね。うん、すごいね、ファッション。どんだけやったと思ってるの？そんなバッチだよね、これ。難しいと思う。これね。目がある、やっぱり。目が怖い。でも、イエローも珍しいよね。ダークアイテム。うん。でもね。まあ、それもかっこいい。デザインもすごいよね。目だよ、やっぱり。目だよ。目だ。弾力がすごい。ユリアさんね、違うかな、あ、違うかな、それちょっとデザイン変わってるかね、すごいね、これも目じゃないかも、うんうん、すごいね、目じゃないのが2つあるのかな、チャリティーピンバッジです、これはね、お気になりますからね、ぜひともね、あったらグッズが確かプライドタブみたいなわけであるかな、うん、それあれだね、ショッピングバッグだよね。それ結構生地がいいんじゃないの？ね。これね、紐がついてんだと、ここにも持てるんだよ。それで500円で少ない？安いね。今、これがね、今のレーザーが着てないっていい。すごいね。これだけでやっぱりね、バンドも着てないし、着てないでいっぱいんだよ。でも、ワンさんもあれでしょ？あれで消化してるよね、ライブの後にね。だから、これは、まだあの、6目は、最近届いたやつだから紹介したのですよ、ね、で、まあ、でも9月の上旬だからもうちょっとしたら TMG とかヒットパレードと一緒にあのマキちゃんのね衣類がいっぱいね届きますね、マキちゃん、そうマキちゃんのこのあそこの横浜の中心になっちゃったよ、ライブマラカスとか扇風機と一緒にアロハシャツが来るから楽しみね、それもね、ちょっと時期外れちゃうけどしょうがないね、9月上旬の発送だからね、それはね、もしかしたら次回、そう、それであと、あとは、皆さん、あともう、来週、今週、キャンプが始まる。あ、7日じゃない？確か。7日。7日。もうすぐじゃん。今週？今週ね。今日だって1だもんね。うん、日、月、火、水、木、金、土、土曜日だ。あ、福岡？そうだけ。ああ、早いね。まあでも、グッズ紹介出たもんね、あとね。だから、うん。そうだ、じゃあもしかしたらマクちゃんが先かそっちが先かだよね、次のグッズ。まあ一応レーザー的な目的は、うん、今回は
ポスターなんですが、ポスター会社があるんですね。そう、うん、で、今回は、まあでもメンバー3人だから30っていうのが正しいかもね、うん、1人10枚ずつ買ってる監督で。だけどリーダーはどうしても当てたいから、うん、いっぱい買っちゃうけど。そう、30と30ね。で、まあ全員好きなんだけど、まあやっぱ自分的の推しはね、あるから。そうそれは当てたいけど、うん、まあもちろんね、当たったらツイッターとかインスタグラムで写真撮って当たりましたとするようにする。載せた方がいいね。載せるし、うん、フェイスブックもね、もちろんそうやるからさ、やった方がいい。一応今ツイッターもフェイスブックもインスタグラムもやってるから、ぜひともね、そっちの方も見てください。そうね、だからそれでもしなんかコメントくれたら返しますから、うん、ね、いいよね。一応通知が来るんで、まあ、うん、で、まあね、あの TNG がね、もうやって、うん、YouTube で結構毎日あのね、あのブルーレディオ横浜とかね、そう、触りだけ見れるよね。例えば、TNG のあの、レディオ買って、うん、見れるから、まだ、ね、今ご購入いただいた方は、うん、ご購入いただければ、うん、リアルな動画なんで、そういいと思うのよ、ぜひともね。そう、あとはここにヒットファイルがあったら、うん、次 TNG とかね、うん、そうですね。うん、そう、さっきさ、あの本年もやったんだけど、やっぱ2014年の版はやらないらしいから、ね、うんうん、中止したらしいから、やっぱり2004年かな。そう、だから、うん、今度はやったっていう、うん、でもね、やっぱね、エールにマスクは全然やっぱ大阪で、ね、やっぱまだまだ観光地でやられてるから、うん、ちょっとね、全然かかるんだけどね、ちょっとまっこちゃん前々から持ってるんだけどさね、せっかくフィットパレード参加してんだからね。そうだね、そろそろいいんじゃないの。そう、来てくれないかな、うん、まあ、言い方悪いけどさ、電車でもいいからさ、そう、ね、マイちゃんのさ、あのちょっとあのやれるとことかでさね、来てくれるとかさ、ダメかな。ね、お披露目ね。そう。ぜひともね。3曲ぐらいだったらさ、やるさ、時間あると思うからね。そう。この間でも動画出てたね、あれ。ガーネのさ、セカンドシングル。君の落ち着くまで。そう、YouTube で見たよ。ね、よかったよね。うん、いいね。だってあの、マチコはさ、ギターを弾いてるから。そう。でも新しいガーネなんで、レイヤーのガーネだよね。レイヤーのガーネやっぱ見たいっすよね。うん、そう。次世代のガーネットで、世代のガーネ、あの今のガーネットってやっぱギターなんで多分ね。そう、よく見るとさ、みんなさ、やっぱあの女の女性アーティスト、うん、みんなやっぱギター弾いてる人多いですよ。そう今だとあいみょんとかさね、あとまあリーダー先生ゆいとか、うん、みんなやっぱ次世代で今はもう、うん、今さっきは今は次世代がさ変わってるから、うん、続けーとね。そうだからまあみんなもね、この先続けると思うのはリーダーを登録してください。そうです、あのぜひともね、登録が肝心なのでね。そうするとグッズの紹介とかもね、いっぱいできますから、やっぱり。そう、うん、登録してこそのね、チャンネルだもん。そうなんですよ、そこのとこお願いしますよね。そううん、だこういうの紹介できるリーダーだよ。そうなかなか都合がないからね、そういうのね。こういうの見て、みんなの情報を知ってさ、そう、手に入れることができるのが事実だよ。そうですよ、なかなかその現物のね、どんな感じかっていうのね。そう、まあみんなさ、これ誰か借りてんじゃねえと思ってるかもしんないけど、うん、正直借りてないからね。そう、買ってますからね。写真だけで見るより、こうやって動画で見た方がね、そういいと思いますよ。そう、これね、こういう感じでいいかな。そう、買いましょうね。そう、ぜひともそれで登録ね、そうお願いしますね。はい。